なんと皆さん、私の愛してた鴨之助が死んでました。死んでました。めっちゃ悲しい。まあでも悲しんでばっかりもいられません。こんな感じです。鴨之助一緒にこの間散歩にいたばっかりやのに、どうしてこんなに早く。まあカマキリはね、寿命が短いので有名ですよね。数ヶ月ですからね。春に誕生して夏を越して、そして交尾を終えたらね、何か一生の役割を終えたような感じで、死んでしまいます。犬はドッグイヤーということで、まあ、7年ぐらいが寿命でね、それでも早いなと思ったんですけど、カマキリはそれよりもっともっと早い。まあ、昆虫自体がね、哺乳類とかと比べてやっぱり寿命が短い。なかなかペットにするのはね、別れが悲しい。ちょっとこんな風に茶色になってしまって、成仏せよ。まあまあ本当に悲しんでばっかり見れない。はい、なんと交尾をしてしまった、してしまった。この間交尾をした女の子をメスをちょっとお別れをしてもらうために入れました。しかし、悲しむどころではないですね。実はね、このメスはね、かなりお腹を空かせているので、あえてちょっと2日ほどね断食をしてもらっているので、死んだ子でも、死んだ子、メスカマキリはね、交尾中にオスを食べてしまう、捕食してしまうってこと有名なんだけど、こんな風にね、X の形になりました。まあそんなことはどうでもいいんですけど、死んだカマキリでもメスは食べてしまうのか、かなりねお腹を空かしてると思うんですよね。ただやっぱりね、お腹が空いてるだけじゃなくて喉も渇いてるので、水分の方が大事だったりするのかもしれません。こんな風にね、脱走を試みています。カマコ、カマコ、カマコが首をひねってるよ。ん、カマコ、カマコ、カマコ。なんとオスを踏み台にして、人生の新しい出発をしようとしています。ちょっと示唆的ですね。カマコ、こうやって見ると本当に可愛いね。君たちってやっぱり見れば見るほど可愛いね。昆虫の拡大した世界に行くと本当になんて可愛いのかなと思うよね。おっと、そしてね、こうやって水をあげると、ほら、ヘリについた水を一生懸命、口を一生懸命動かしてる。水がやっぱり大事。とりあえず食欲というか、固形よりも水分が大事っていうことでね、こういう形で水分をめっちゃ飲んでます。めっちゃ摂取しています。ヘリについた水をね、上手にこうやって飲んでるんですよ。水分が大事、命の水だよね。ごめんね、水いっぱい飲んで、ちょっと復活したら、カマノスケが欲しくなるかもしれないね。違う意味でね、食べちゃいたいほど好きだっていう表現があるけど、もしかして、食べちゃいたい?どう?めっちゃ食べちゃいたい?微妙っぽいね。どんな感じ?そんな感じだよね。ちょっと待ったってね。ん?ん?お!食べてます。こういった形でね、子孫を残すためにまた卵を産まなきゃいけないメスはね、どんどんオスを踏み台にして、オスを栄養にして、でも本体じゃなくて、なんか羽をむしっている感じだね。羽を、ちょっと待ってね、なんかここからだとこんな感じで、ほら、羽をむしっている感じ。羽をむしって食べている。確かにお腹減ってるけど、なんか本体はなんか動かないと食べ物として認識しないのかな。やっぱり羽をね、珍しいな。この間オスの子を食べた時は頭からかじってたんだけど、なんか羽とかをむしっている感じ。羽なんか美味しいのかな。微妙だと思うけど、どうだろう。羽美味しい?カマコ。ああ、カマノスケもこういう形でね、本当に、おっとっと、なんか、カマの手入れを、めっちゃ上手にしている
カマの手入れはめっちゃ上手にしているカマ子。カマ子もね、2回卵産んだもんね。2回卵産んだもんね。体力使ったよね。本当に体力使ったよね。おっと、食べてる食べてる。おっと、むしってるむしってる。さらにむしってる。おっと、むしってるむしってる。こういう形で、オスの死骸でも羽からこうやって食べてるような感じ。羽から食べてるような感じね。うん。こうやってね、メスのカマキリはね、交尾相手を食べるときにね、アミノ酸をね、とても体の栄養になるアミノ酸を摂取していてね、なんかね、ある研究によると、オスを食べたメスは普通のね、通常の2倍の数の卵を産むんだって、やっぱり子孫繁栄のためにね、オスはその身をメスに差し出して、メスに2倍の卵を産んでもらってね、本当に、卵から帰ったカマキリの子っていうのはね、ほとんどが死んでしまう、9割以上が死んでしまう、人じゃなくて虫に食べられたりしてね。だからできるだけ、母数を増やさないとダメなんだよね。たくさんの卵を産んだら、それだけ、自分の子孫が残る確率が上がるわけだからね。本当にね。どう？美味しかった？まああんまり栄養にはなってないかもしれんけど、まあまあ、なんか食べてるより、カマの手入れの方が忙しい感じだね。カマの手入れ、忙しい。もう死んじゃったから、食べていいんだよ。これが自然の摂理だから。これが自然の摂理だから食べていいんだよ。どう？食べる？食べない？食べていいんだよ。まあ、しかし、おっと、久しぶりに帰ってきて。久しぶりに帰ってきて。おっとっとっと。食べてないな。二日ぶりに帰ってきて見たけど、オスはそのまんま、綺麗なまんま。メスはというと、あ、なんかね、歯磨き粉のキャップに、まんまんと入れた水の上で陣取っている。水分の方が大事なんだ。水分の方が大事。この時期はね。はい。というわけで死体を食べませんでした。また次の動画を楽しみにしててね。ありがとう。